はい、ってことで動画撮っていきたいと思います。これテイク2なので、背景とか名言は決めちゃってるんですけど、背景はゆうまくんのもので、後ろはこれは修学旅行で買ったものですね。風磨の前ちょ、半年以上前だね。こんな感じのやつです。はしゃべっとしてるね。これは京都で買いました。京都の清水坂きら、ち、きよ、あ？し、清水寺の、清水寺、あ？京都の坂のところに、漬物屋さんとか、八つ橋とかっていうところあるんですけど、上の方にジャニーズショップみたいな、ジャニーズのグッズが売ってるところがあって、時間がなくて一つしか買えなかったんですけど、安くしてくれて、外に小学生で嬉しかったですね。今日はね、ここね、ジャニーズじゃないんだけど、すいません。今日声も変ね、変なんですけど、すいません。質問返しします。 すいません。で、こちらが新しいのです。こういう感じので、昔っていうか前のやつは、なんていうの、折り紙で書いてたんですよ。紙が足りなくなってて、だからこっちの方を先に返そうかなって思ってます。下げますね。はい、ってことで、ジャンプ以外で好きな曲は？ってことで、ジャンプ以外で好きな曲。セクゾとか？セクゾの曲とか、あれ、以外でだもんね。以外でだから、はい、ってことで、ペン回しできるってことで、ちょっとできます。なんか今日ピント割りにくいのかな。本当にくいですね。はい、ということで、好きな食べ物ってことで、好きな食べ物は、梅干しとか、すき焼きとか、オムライスも好きです。自分で作るので一番好きなのは、なんだろう。オムライス作ったことあるかな、多分。ジャンプはどれぐらい好きってことで、すごい好き。ひくぞと一緒ぐらい好きなんですよ。起きちゃった。もうね、これちっちゃすぎて、すいませんね、ちっちゃすぎてね、また今度買えたら買うんですけど、セリアでまだ買いに行けてなくて。はい、ってことで、好きな俳優ってことで、ミオからですね、ツイッターで、ツイキャスとかツイッターで、ね、仲良くしてくれてる子が。ってことで、好きな俳優は、山崎賢人くんとか、坂口健太郎くんとか、が好きです。ってことで、コンビニの肉まん食べたことある？ってことで、あります。ちょっとだいぶ前かな。すいませんね、本当にグダグダで。あ、こっち、こうした方がいいかな。
ってことで担当に一言ってことで。え？好きですって感じ？そっか、自己応援しますとか。旅行するならどこに行きたいってことで、旅行するなら、旅行はどこでもいいです。まあ、旅行っていうか遊びに行きたい。ディズニーにまた。ん？え？待って、意味がわかんない。 Don't have 筆箱。どういうことかわかんない。意味がわかんないからやめとこう。すいません。はい、ってことで、木下ゆうかちゃん好きってことで。よく食べれるよね、あんな。今日本当に声が出ないんですよ。なんかわかんないけど。あ、なんでこれ閉めちゃったんだ。質問とかリクエスト募集中なのでお願いします。はい、ってことで、好きなコンビニはってことで、ファミマとサークル系。セブンはね、めったに行かない。もう前はセブンばっかりだったんだけど。やばいね、声が出ない。今年祭り行ったって言ったことで、まだやってないかな。去年は行ったね。まだやりますね。ねってことで、スマホ募集されたことあるってことであります。ありますよ。昨日も募集っていうかね、貸してって言われてね、渡した。これ答えられないな。ジャンプは友達ってことだ。どっちも大切なんだよね。あ、ってことで、あの、あれなんですよ。登録者さんが、登録者の人が8名になりまして、あと少しで顔出しするかもしれません。本命チョコあげたことあるってことで、ありません。あげないです、絶対今のところは。ちょっと全部出しとこうかな。ちょっと開けるやつを。待ってくださいね。テイク2じゃなくて、1と2に分けるかもしれないので。止まってくださいね。これで終わりかな。そうですね、あと10個ぐらいはあると思います。
はい、ってことで、ジャンプ以外で好きなアーティストはってことで、食堂ですね。はい、行ってみたいところ。また行きたいところありますよ。ディズニーとか富士急。もうね、去年の夏に富士急来て、もうね、食堂が前行ってたんですよ。で、嬉しすぎて、行けるっていうのが。お母さんにいいって聞いたらいいよって言われて、嬉しいんですよ。え、ってことで、歌おうかな。ってことで、ミオのことどう思うってことで。仲良くしてくれるから。うん、友達優しいよ。はい、ってことで、はい、好きな女優ってことで、好きな女優すずちゃんとかアリスちゃん、桐谷美玲ちゃんとか。はい、ってことで、誕生日いつってことで、7月の1ですね。やばい、時間がなくなってきましたね。じゃあ、これで一回終わりたいと思います。ってことで、今食べたい、今何食べたいってことで。ラーメン食べたい。なんかお昼ご飯食べたいってことで、多分食べます。じゃあ、バイバイ。